はい、今日は、豚肉の、こちらね、燻製なんですよね。これちょっと切ったやつなんですけどね、こう切って今こういう風にペロンとなってます。ペロンとこれをニンニクオリーブを今作ってますから、これ焼きます。いい音ねいい音ですねいい音ね。ジュー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 、ね、で焼いた後にこれ卵をちょっと肉焼いてご飯と一緒に食べます。でね、味付けは簡単な塩コショウの方が美味しいんですよ。なのであの凝った味付けはしません。もうこれそのままでも美味しいんだよね。結構あのやっぱりスモークしてあるんで美味しいんですよ。こういう感じですよね。あんまり強火じゃなくて、あの中までやっぱ火通さなきゃいけないんで、ちょっとね弱火の感じで焼いて、あれも1キロで 40% 出ちゃったかな、で1キロで1200円ぐらい、だってね安いね。スモークしちゃうから美味しいんですよ。なんでまあほんのちょっとだけ塩コショウとして表面、そしたら多分もうそのままやるって思うんですよ。ニンニクもあのやっぱり強火だと真っ黒になっちゃうんで、ね、苦くなっちゃうでしょ。ニンニクもだからこうやってでもカリカリになったらもうあのフライパンから上げてやります。じっくりじっくり時間をかけて、料理ってねやっぱほら一人で作っちゃうと美味しいのできないからねどう考えてもね。でもこれだけはやっぱ時間かかるんですよね。やっぱ僕もね料理の仕事をしてるんで、やっぱ仕込みからやっぱり出来上がるまではちょっとね手抜いちゃうとねすぐ分かるんですよ。うん、昔ね僕の一番初めにいた寿司屋の大将がね大将がやったことが今でもねもうあのもう25年以上前ですけど、その時言われた言葉が今でも残ってますね。でその時にねちょっと起こったことをね、今出来上がるまで話そうと思いますけど、その僕入って1年半か2年ぐらいアルバイトでね入ってたんですけど、そこからあの社員だったんですよ。そのままその寿司屋ので、その寿司屋 の社員になってからしばらくした時にあのオクラってあるでしょ、あの小さいトゲトゲがあるでしょ、こんなこうねトゲトゲを取るためにあのすり鉢にお塩を入れてこうガリガリガリってこうするんですよ。そうするとオクラのトゲが取れるんですね。でそれをね、僕がしてたんですよね。でしてて何回かやってた後に、オクラをボイルしなきゃいけない時があって、で僕準備してたんですね。で面倒くさかったんで、まあちょっと塩すればいいよねと思って、塩ちょっとパッとまぶして、パラパラってね、ボールで混ぜたぐらいで、でそれで、湯がいたんですよ、オクラを。そしたらね、その時、ちょうど出来上がった時に、大将が来て、おまことに、ちゃんと仕事やってるかって言ったら、はーい、頑張ってます、みたいな感じで言って、ね、そして、そしてから、オクラを、見たんですよ大将がね。そしたらね、誠って言われて、はいって誠はのがあって、手抜きは今すぐやめろ、これからやめろって言われて、もうパッて僕もそれで気づいたんですよ。あっと思って、いや僕もその時もすぐに分かって、え分かったんですかっていうような顔で見て大将見たんですよ。そしたらもう俺たちは何十年もやってるからなって、見て分かるんだとね、でもうこんなことはもう今後一切やめろって言われたんですよね。でもはい分かりましたって、
頭下げたらそうって怒られた時に頭を下げて反省して直すのかどうかは本人次第って言われてね、うん、それで意地張っていやそれぐらい変わんないでしょっていうやつもおると、中には。俺はそういうやつもう一生何でも言わないと最初言われてね。でも誠みたいにねってちゃんと謝ってちゃんと次からやりませんっていうことで言う人間には先があると言われたんですね。なんでそこから僕一回も今までに手抜いてます、ね、仕事に対して、うん、必ずやるべきことはやって、その簡素化することありますよ。ただそれは手抜きじゃなくて、こうした方が仕事が効率よくなる、簡素化ができるっていうことが分かったときはそうしますけど、そうじゃないときはね、必ずもう時間がかかっても遅くなっても必ずやりますね、うん、だからもう本当その言葉がね今でもね頭残ってるんですよ。でそのこと、その時ちょうどね僕の兄貴もねちょうど寿司屋の配達の仕事に来てたんで、でその現場にいたのかな、その後話したのかちょっと僕覚えてないんですけど、その話をすると必ずうち の兄貴もね、そうだねって大将からそんなこと言われたね、お前って言われて、よかったねって言われてね、あやっぱりそういうなんていうかな、こう大事なやっぱりね、大将とか先輩とかね、そういう人ってやっぱり一生に一度出会うか出ない出会えないかぐらいでしょ、人間って。でそれをこう明確に意識して本当に分かってて従事してるんだったらものすごくいい経験ですよね、人間ってね。やっぱ、まあ、僕43、40になってね、やっぱこの年になってやっと少しだけ分かったなと思うのはやっぱりね、やっぱり素直さでね、一つね、素直さで素直さがないとダメですね。素直さがまだないと吸収できるものもできないし、やっぱり自分の知ってることも出せません、素直じゃなかったら偏屈になっちゃうんでね。なんでもうそこのところは本当に大した感謝しますよ、僕は。すごくその言葉は言うのは、だから僕は教えた子も隣にいるんですけど、教えた子にもその話はしますね、必ず、うん、俺は昔こういうこと言われたって、でまさかお前こんなことやってないよねって、俺はその俺の教え子に言うんです。そしたらはい、やってませんってやってたこともあるんでしょうけど、やってませんって言うんですよね。それいいでしょ、結構ね、そのことに対して怒ってないんですよ。ただやってないよねっていう国のために話をするんですけどそれが面白いですね、そういう反応がね、顔を見ると。さあ出来上がったんで、ご飯炊きたてです。お、うん、だけ切ったいよいよ。この炊飯器もね、どうしたら持ってたんですかね、そのまま使います。コンセントもね、ちょっとドイツのコンセントの方が大きいのかな、穴がで、水分をしたいんですよね。だから使えるやつとは使えないやつもあるんですけど、はい、できました。じゃあこんな感じ、はい、ご飯と一緒にしましょうかね。これでね、やっぱ料理って全然作れていいですよね、こうやってね、まあ、料理っていうか、ただ目玉焼きと豚肉焼いただけですけどねただそれだけです。でもただそれだけをやるのかやらないのかね、それかコンビニ行って買って食べるのかですよね、それだけの違いかな。僕の周りにもね、スイス住んでるところの周りにもいろんなそういうのあるんですよ。外が今曇ってる、青には見えます ね。こんな感じでできましたと、パンとね、よいしょ。ここ映んないな、ちょっとあげるか、こうやってな見えるね、見えますかこんな感じで食べないですよ、いつも。これ今カメラ撮ってるんでサングラスはめてますけど箸もいいけど、これ肉切るのはやっぱり
このスイスで買ったあのナイフとフォーク切れるのを取り入れていただきます。こちらですね、ナイフとフォーク、はい、じゃあいただきます。やっぱ緑の人は綺麗ね。やっぱね、あの、あったんで、これちょっとね、あの、かけました。それではまた、いただきます。